イエーイ。ジャッキー傭兵タモ G-DRAGON G-DRAGON今表参道に来ておりますけれども、おしゃれ。この前のね、シュプリーム偽物か見分けつくのかっていう企画やったんですけど、そこからもうみんなシュプリームが欲しい欲しいうるさいので、ならもうじゃんけんで負けたやつその場でもうすぐ買わせに行こうと。あ、なるほど。 YouTube やってるとさ、やっぱ企画になると逃げないみたいな、逃げれないみたいなとこあるから。ある。今日負けたやつはもう逆に光栄かもしれんし、まあ、でも基本高いから地獄かもしれんだけど、じゃあちなみにシュプリーム欲しい人、これバカ負けたいよ。まあ欲しいけ欲しい。俺はバカ負けだ。欲しいけ、うん、なんならもう正義きっかけをありがとうみたいな。じゃあもうジャン負けじゃなくてジャン勝ちの、ジャン勝ちでいいんじゃない。ジャン勝ちで、ジャン勝ちで最初グッジャン勝ちパフェよーし、あげる勝ちで、俺はあんま勝ちたくねえんだよ。勝ちでね。あ、じゃあチョキ出して俺グッジャン。わかりました。最初はグッジャン勝ちパフェ。もう行きましょうか。行きましょうか。公平なじゃんけんやって勝ったんで。はい、公平公平勝ちでね。あ、じゃあチョキ出して俺グーだから。わかりました。ああグー出せよ。グー出せ。最初はグー、じゃんけんぽい。その代わり買うって決まってるんで、安いのやめてくださいね。はい、まあ2万、2、3万以上買ってください。行きましょう。はい、行きましょう。ドアレのやつ、ドアレ。楽天カードは。行けよ、行けよ、行けよ。いや久しぶりだね、爆買いね。いやー、楽しい。ちょっとこんなんなかなかないよ。じゃんけん勝って嬉しい。嬉しい時に限って、俺一発で二人になったから。勝っちゃいけないのに今度やっぱ負けちゃうんだ。そう、結果負けてるんだよ。皆さんにね、おしゃれって言ってもらえること増えてるんでね。そうそうそう。それでやっぱまたより一層調子乗ってしまうというか。え、これなんすか。バカダサいっすよ。このイキリをいじる動向の前にこれがダサすぎて。シュプリーム似合わない。やばいやばいやばい。ノリさんだってもう今日ザ・表参道みたいな格好。どうもザ・表参道です。やばい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 、かつやばいやばい。あー、映像いただきます。会おうよ。敏郎柳葉だけだよ、そんな顔しいな。いつまでシュプリーム買ったらこういう顔になる。あ、こういう顔になる。こういう顔になる。マジで緑系。キーポーズ、キーポーズ、キーポーズ。ブスだなぁ。ブスだったね。ブス、ブスだ。シュプリーム来てんの。シュプリーム。え、後ろ向いて、後ろ向いて、後ろ向いて。あー、あー、シュプリーム。え、シュプリーム。え、韓国、韓国の人。前、前見て、前見て。ブスだなぁ。はい、ということで、幸せな2名が買ったんですけれども、一人ね、こんな顔になってます。パー！パー！パー！俺のギャグ。パー！俺のやつまくられてる。まあさっき見ての通り、結構どうですか、やばいの買ったっぽいんですけど、まだ額わかりません。まあ置いときましょう。京平さんのシュプリーム緑なんでしょ。あれいくら？あれまあ3万くらい。おお、まあ意外とリーズナブル。シュプンだったらリーズナブル。そうだね。めちゃめちゃ安いね。やばいこと言ってる。あとなんかプラスアルファで買ったよ、新しい。かっこいいやつ買ってるね。普段着、普段着用の。普通用でしょ。普通用。ST がよくあのこういう企画の時に。出てくる魔法のカード。普通に欲しいからっていう。意味が分かる。これいくら？これが4万。なんでこっちは高いの？シュプリームとか高くあるよ。この合計を言っても安い。6万ちょいでしょ。安ない。金銭感。おかしいおかしいおかしい。お前これこれいくら？え？いくら？いくら？12万です。あ、12万。あ、はい。あれ。8万ぐらいからが服じゃない。12、こいつ感覚いかれてやがるわ。確かにめっちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。シブも入ってる。やばいやばいやばい、めっちゃかっこいい。うわ、なんかなんかこいつが待ってやって言ったから、おうって言った。言うわけねえだろ。え、言ってたよ。言ってた。じゃあ言ってたのかもしれない。言ってた。ノリさんのこのね、行動力やっぱすごいですよ。2つ返事で買っちゃうんじゃねえから。僕らが今撮ってる高性能カメラ、やばい、やばい、やばいことになってる。
大体の YouTuber が持ち歩き用で使ってるの11万とかのやつなんで、うわ買ってる、高いんです、やばやばい、俺の買うスピード見た、 M サイズ着て、 X サイズ着て、 M の方がエンちゃう、そう秒殺劇だったな。でしかもほんとなんか支払いして10秒でぐらいで出てきたから、はい、ということでね、この新しい服着てインスタ上げてください、はい、はい、上げちゃいます、ということで皆さん FC のメンバーのインスタ概要欄に貼っておくのでチェキらしてみてください、チェキだ、それでは次の動画でお会いしましょう、バイッ、好きになって信じたって。